富士根駅は、静岡県富士市天馬にある、東海旅客鉄道みのぶ線の駅である。駅番号は CC、c c 零四。富士根駅は、富士市の天馬地区に位置し、1日あたり約400人の乗車客がある、無人駅である。1913年に、私鉄の富士みのぶ鉄道によって開設されたが、国有化、国鉄の分割民営化を経て1987年より、 JR 東海の運営になっている。JR 以降甲信沿線では特急、藤川が運行されているが、当駅は普通列車のみの停車駅であり特急は通過している。駅の近くを、富士市と富士宮市の境界線が通っている。駅名にある、富士根は、富士市川ではなく、この境界線を越えた、富士宮市川にある、地域名である。 現在の JR 身延線を建設した藤身延鉄道が1913年に最初の区間となる藤駅大宮町駅間を開業させた際、その中間駅の一つとして藤根駅は新設された。藤身延鉄道の当初の計画では、藤群藤根村の小泉屋座、火災田に駅を設置する予定であった。だが勾配が険しく工事が困難という理由で、 藤見信鉄道は駅の開設地を隣の高岡村転換に変更する。これを知った藤根村川では藤見信鉄道に当初の計画に戻すように要求し、その結果所在地は高岡村だが駅名は藤根とするだ京安に1913年3月に変更された。ホーム島式ホーム一面二線を有する地上駅である。 線路はほぼ南東から北西に走っており、ホームの南側は下り列車が使用する一番線、北側は上り列車が使用する二番線である。一番線の南側から駅の入山税方にかけて側線が一線あり、保線車両用の車庫がこの側線上に設置されている。駅舎は一番線の南西側に開設されている。 開業当初からの木造平屋建てかわらぶきでの駅舎であり、待合所部分の天井が高いのが特徴である。かつては駅員が配置されていたが1998年に無人駅となり、駅舎内にあった窓口は壁で覆われている。当駅には自動券売機などは設置されていないため、当駅で切符を購入することはできない。駅の管理は、 管理駅の藤宮駅が担当している。かつては当駅でも貨物営業を行っていたが、1980年に廃止されている。昭和45年版専用線一覧表によれば、東洋ンキ製造が保有する全長約 1km の専用線が駅に接続していた。静岡県統計年間及び富士市統計所によると、 近年の1日平均乗車辞任は以下の通りである。住宅地、工場などが多くにぎやかな市街地に位置する駅。富士宮市との境界に近い。駅の近くでは、南東から、うるういかは、県道176号、みの線、県道414号がほぼ並行する形で走っており、駅前と県道176号と、 県道397号が結んでいる。県道176号は、駅の北西側で進路を変え、見延線を渡ってから、駅の北約800メートルの権限交差点で県道414号に、接することとなる。駅の付近には丸不正市富士根工場、王子特殊市東海工場富士宮製造所、東洋カラー。 富士製造所など製紙会社を中心に工場が多く、立地するほか、富士市立天馬小学校、富士市、天馬公民館、富士根郵便局などがある。ありがとうございます。